こんにちは、メリーです。本日は外カーブにバイアスをつけていく方法をご紹介したいと思います。落としミシンで仕上げますので、早くて簡単に綺麗にできるんじゃないかなと思っています。今日は一つのポイントを押さえることで、カーブのバイアステープの浮きが全く出ないかなっていうふうに思いますので、ぜひとも最後まで見ていただけたらなっていうふうに思います。それでは早速始めていきましょう。それではバイアステープの方をご準備ください。今回は市販のすでにこう折れ線のついてあるものを利用したいなと思います。わずかな段差もありますので、落としミシンがしやすいかなとも思います。こういった外カーブにつけるときにバイアステープがまっすぐすぎるとつけにくいですので、あらかじめバイアステープにこのカーブを癖つけていきたいなっていうふうに思います。このカーブに沿うようにアイロンをかけてください。バイアステープをアイロンでこうね、カーブに沿って癖づけることができました。カーブのあたりは少し引き気味にちょっとだけ引きながらアイロンかけると、綺麗にカーブがつくんじゃないかなっていうふうに思います。それでは開いていきますね。短い方のバイアステープをこの布端に沿うように待ち針で留めていきたいと思います。バイアステープをカーブに待ち針で留めることができました。待ち針は出来上がり線に対して直角に留めてますので、若干こんな感じ放射線状に留まっていればいいかなと思います。内側の布がこうボワーンとなっているのが正解です。カーブのところは少し引き気味に留めると綺麗につくんじゃないかなと思うんですけれども、今回はあらかじめカーブを癖づけていましたので、素直に留めていただいたらいいんじゃないかなと思います。それではこれからミシンをかけていこうかなと思います。出来上がり線はこの折れ線になるんですけれども、この折れ線上を縫っていただいてもいいんですが、できたら気持ち布端側を縫っていただける方が綺麗に仕上がります。後でこのねバイアステープグイッとこう持ち上げますので、この線上よりも気持ち布端側を縫うようにちょっとだけ心がけてもらえると綺麗に立ち上がり綺麗になりますので、布端側の方を少しだけずらして縫い合わせてください。バイアステープを縫い止めることができました。それではこのバイアステープで布端をぐるっとくるんでいきたいなと思います。今回はあらかじめカーブに沿わしていますので、カーブに切り込みとかくさび型に切るとか、そういったことは特に必要ないかなと思います。バイアスでくるんであげてください。でくるめましたら、
この時に一度アイロンをかけて落ち着かせていただけたらなというふうに思います。で、今回は私は待ち針で留めていきますね。今回の私のバイアステープはわずかな段差がありましたので、これを利用していきたいと思います。で、もし皆さんのバイアステープに段差がなければ段差を作りましょう。裏のミシン線が少しかぶるようにバイアステープのこの頂点ずらしてもらえたらいいんじゃないかなと思います。アイロンかけるときにずらしてやってください。で、ずらせましたらこの落としミシンをかけるバイアステープとこの布のね間に待ち針を留めていただいて、しっかりとバイアステープが裏のバイアステープが止まっていれば落としミシンできるんじゃないかなと思いますので、こちらの方バイアステープで留めてみてください。完成です。落としミシンが綺麗にかけられたんじゃないかなと思います。ゆっくりかけていただいたら問題なくできるんじゃないかなと思いますし、カーブのところはね少し止まりながらかけていただけたらと思います。今回段差のあるバイアステープを使いましたので、とっても簡単にできたんじゃないかなと思います。段差のないバイアステープも自分でね段差を作ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。多少こうミシンがねこう落ちていても、あとはもう待つればいいだけですのでね、あまり気になさらずにかけていただけたらなっていうふうに思います。今回外カーブバイアステープ綺麗につけることができたかなと思います。アイロンがやはり命かなと思いますので、一番初めのアイロン綺麗に仕上げてくださいね。本日の動画は以上です。